こんにちは、レオックの三浦です。今日は寝室を見ていただきます。ここは7畳半ほどのスペースの寝室になります。見ていただくと、こう天井がちょっと下がってるんですが、これは90センチだけ増築をしておりますので、上の梁の関係で天井を一段下げております。そして窓はできるだけ高いところにつけているんですが、ちょうど正面から窓の外を見るとシンボルツリーの島トネリコを植えております。でこの島トネリコという木はですね、洋風和風どちらでも合うような木でございます。春から夏にかけて豊風が吹くときにですね、葉先が細くて揺れるので、ゆらゆらと揺れていい感じの木に移ってきます。クローゼットがあります。まあ一間半ほどの長さがありますので、夫婦お二人分の着るものは十分に収納できるかなというふうに思います。ちょうど隅の方にですね、少し空いたスペースをワーキングスペースにしております。ちょっと小さいんですけど、ここに座るとなかなかこうこもった感があって、非常に落ち着くスペースなんですね。コロナ禍ではワーキングスペースとして重宝するじゃないかなというふうに思います。そして横にはですね、棚を5段、設けております。ここにまあちょっとした本を置いたりとかできます。これも畳半畳とちょっとですけど、まあ、これくらいのスペースがあれば、十分ワーキングスペースとして、使えます。まあ、このようにリフォームリノベーションのヒントがたくさんありますので、チャンネル登録をよろしくお願いします。